雨降る祭り王権 N 氏まあ俺の地元なんだけど。 ここには曰くつきの祭りというものがある。Y 川下流域の河原で、毎年夏の終わりに行われているティー祭りというもので、もともとは大昔に Y 川が干上がった際、人柱にされた、二人の兄と妹への鎮魂のためのお祭りだったそうだ。妹は妊娠していたとか、 兄弟は迫害されており、無理やり人柱にされた、といったような、穏やかではない話がたくさんあるが、真偽のほどは定かではない。ただ、あまり納得のいく形で人柱にされたわけではない、それは確かなようで。その証拠に、兄弟の恨みか悲しみか、毎年お祭りの日には、必ず、 雨が降ると言われている。事実、俺が知る限りでは、毎年その日は雨が降っていたように思う。どんなに晴れている日でも、必ず通り雨などがあるんだ。という話を数年前、俺が大学生だった当時、一緒に心霊スポット嵐、心霊スポットでバカ騒ぎをしたり、 カップルを冷やかしたり、そんなことをしていた、ノッポの Y と、茶髪の A という、友人二人に話をしたところ、ぜひ行ってみたい。連れて行かないと、お前の車を壊すぞ、と聞かない。高校三年生までは、毎年行っていたけど、何も見たことがないし、期待なんかできないぞ、と言ったのだが、 大丈夫だって。最近なんか、俺たち霊感強いみたいだし、きっとなんか出るよ、と、笑顔で返され。渋々ながらも、久しぶりに地元の祭りに行くことになった。大学2年の夏である。さて、友人を祭りに連れて行きたくなかった理由は、二つある。まず一つは、 祭りで出店を出しているおっちゃんたちが結構な確率で知り合いだということだ。田舎は実に狭い。冷静に考えればどうでもいいことなんだけど、なんか妙に恥ずかしい気がする。そしてもう一つ。最近の自分たちの霊との遭遇率を考えると、本当に何かが出そうな気がしたからだ。 幼い頃から慣れ親しんだ地元の祭りで霊体験などをしてしまったら、今後恐ろしくて地元に帰れなくなるかもしれない。そんな心配をよそに、俺が運転する車の中で A は爆睡、Y はカーステレオから流れてくるビーズの曲を熱唱していた。実にイライラする。 現地に到着して、車を近くの臨時駐車場に停め、しばらくは普通に祭りを楽しんだ。天気はやはり雨だったんだが、降ったり止んだりで、傘もいらない程度の弱さ。俺は中学高校時代の友人に会って世間話をして、Y は出店の料理を片っ端から食い、A はプレス2が景品の くじ引きにはまっていた。やめとけ。そのくじ引き屋の親父は、俺が小学生の頃からいるが、一度も二頭以上を見たことがないぞ。祭りも終わりの時間が近づいて、しょぼい花火が上がり、出店のおっちゃんたちは勝手に酒を飲み始め、ほとんどの出店が、 回転休業のような状態になっていった。田舎の祭りなんてこんなもんだ。で、お前たち何か見えたのかひぎくまじりに俺が A と Y に尋ねる。焼きそばの素晴らしいうまさが見えた、と Y。あのくじ引きは詐欺だということが見えた。 と、ええ、お前ら舐めてるのかというか、三千円もくじにつぎ込むんじゃないよ。そんな感じでまったりとしていたんだが、ふいに周りの喧騒が遠くなったように感じた。周りを見ると、すぐ近くでおっちゃんたちが缶ビールを片手に騒いでいるんだが、 音だけが遠くに感じる。Y を見ると、泣き払いのような表情をしている。A は無表情だったが、険しい目つきで周囲を見回している。どうやら全員何かを感じているようだ。おい。キョロキョロとしていた A が、川の方を見つめながら呼びかける。 あれ、やばくないか。そうつぶやく A の視線の先。川のちょうど真ん中あたりに人影が見える。しかしどう見ても普通じゃない。全身が見えている。足の先までがはっきりと見える。祭りを行っている Y 川の下流域は、 確かにそんなに深い川ではないが、それでも一番深い川の真ん中あたりは、一メートル以上は遊にある。人影が見えるのはちょうどそのあたりで、水面に出るほど巨大な岩もそのあたりには存在しない。それはつまりどういうことか。あの人影は、水の上に立っているということにならないか。 一瞬でそこまで考えた直後、ざーっと、傘もいらないほどの小雨だったのが、突如前が見えないほどの大降りになった。もう撤収するぞ。あいつが近づいてきたら、マジにやばい。Y がそう叫んで、俺たちはその言葉に従って、早々に撤退することにした。 本当にヤバそうなのがいたら、体が動くうちに逃げること。俺たちが何度かの霊体験で学んだことの一つだ。濡れた体を乾かすため、すぐ近くの俺の実家に向かったのだが、向かっている間中ずっと、雨に紛れて、すすり泣くような声が聞こえてきたのはしんどかった。 俺はその後、季節外れの風をひいてしまい、丸二日間寝込むことになり。肝が太い Y と A も、二度とその祭りに行こうとは言ってこなかった。俺もそれからはその祭りには行っていない。霊感がある奴は T 祭りには行かない方がいい。最初に書いた。 人柱云々と関係があるかはわからないけど、あそこにはガチでヤバい何かがいる気がする。